時は戦国末期、日の本全てを焼いた戦火は未だに勢いに衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守り、たとえ奪われるとも必ず取り戻すんだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。
どそこにおるあの忍び、特に枷などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見櫓が今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。はっ。さて、そなたの体、その後とは。あの世のこと、覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今は、このアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に、城外への抜け穴がある。一心様より、そう聞いたことがある。まずは、その橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな。足の歯笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。うん、狼よ、そなたからも何かあるのか。これを巫女様に。それはあの時に。そうか、気づいていたのだな。持っていていただきたいのです。だが、このお守りは今まで苦難を抑え、そなたを守っていた。
それを超える苦難など追って、だからできればこのまま。わかりました。今しばらくお預かりしておきます。うむ、そうしてくれ。そなたが持っていてくれるならば私も安心だ。
この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。戦が近いのかもしれんの。狼をよく見つけてくれた。さあ、参ろう。御意。地の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、さ、久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔立てするか、巫女の忍びを。アシナ源一郎、参る。
忍びとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。